武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、時間100分で大問が2題記載されております。で、形式としては記述と論述で、年度によっては選択問題がちょこちょこ出る程度ですね。記述、論述の対策がメインになりますが、ただ最も最優先でやらなきゃいけないのが資料問題対策ですね。資料が大量に出題される形式となっております。ただ資料そのものは別にそこまでマニアックなものが出るわけではないので、資料問題1問と答申のやつですね、あちらなどで、しっかり対策をしておけば、十分対応できるかとは思います。で、論述に関してですが、論述は問題数は多いものの、一つ一つの論述の字数に関しては、100字いくかいかないか程度、かそれ以下の問題が中心なので、論述の参考書1冊やっておけば十分対応はできるでしょう。考える日本史論述などをやっておけばいいかとは思います。で、それ以外の対策という部分では、その論述をしなきゃいけないということを考えると、講義系参考書や教科書の読み込みなどが中心になります。で、問題集などはセンター突破している前提で考えれば、特に追加はしないで大丈夫かとは思います。それよりも資料問題と論述の対策、でそれプラスも過去問のやり込みを徹底的にやっていくという形ですね。資料に関しては本当に資料の内容そのものに対する設問も多いので、資料問題の対策だけは徹底的にやり込むように心がけてください。以上が日本史の勉強となります。